ゆうた、しが、うん、ギャル一時的にノンスタイルの漫才にドハマりするヤマト、カワウソです。マスクします。今日は何？今日は調査だー。今日は調査企画になってるんですけど、僕気になってしまったことがありまして、世の中にどれくらい変な自販機があるのかな。いや、気になんないですね。企画探してたら気になってきたんだよね。いいじゃないですか。たまにあるでしょ。例えば、俺が今まで見た変な自販機で言うと、おしるこだけの自販機。すごい。ということで、本日の企画、変な自販機見つけ対決対決なんだ。調査なのに。はい。せっかくなんで、2チームに分かれまして、より変な自販機を見つけた方が勝ちみたいな感じで今日はやっていきたいと思います。例えば、あなたの故郷なんかでは、お米の自販機とかあるじゃないですか。そう、新潟だからね。はい、僕見たことないもん。自販機を？まあ、せっかくなんで自販機トークとかあれば。自販機トーク俺1個あるわ。ラファエル野球券でさ、男気じゃんけん、じゃんけんで決めてる時点で男気ない。あれの誕生日は自販機なんだよ。キューガとあっちゃんとキューチだったかな。自販機行った時におごり決めようやみたいなので、男気じゃんけんにしようぜみたいな、うん、あっちゃん持ってくれたやつでしょ。そう、あっちゃん。で俺その時にもボソって言ったもん。じゃんけんの雰囲気やったのに、ゆうたがじゃんけんとかじゃ普通おってねいや、そう、いや、あっちゃんにやったやな。やってて俺もそこに便乗してキューチも出てきて、あっちゃんがしぶしぶ、うん、行くぜみたいな感じで出てきて、マジで全員金なかったからジュース1本が超ありがたいわけ。それをじゃんけんせずにアムギリがおごってくれてるんだよ。そのノリに持ってくっていう。かわいそう。風ないから無理みたいな。マジ懐かしいわ。あった、あのうるせえのあったよ、俺途中で。そんな自販機ですけども、うん、本日チーム戦です。グッパ。あ、グッパ。うわ、ちょっと待って、緊張するわ。チーム分け大事でしょ。言えばいいの、自分の出すやつ。俺じゃパー出すわ。誰くんやろ。グッとパーで分かりましょう。みんな勢いが大好きや。ジンボ。よっしゃ。いくよ。待って、俺グー出すわ。俺も人望調査したい。いくよ。グッドパーで分かりましょう。ま、マジ普通にね、うん、俺パー出す。お前ダメ。もういいよ。だマジだるいや。もう行きたかったのに。グッドパーで分かりましょう。ねえ、終わったんだけど。なんでだよ。マジやな。なんでだよ。自販機知ってそうだけど、あっちゃんが。俺知ってるよ。4日でよくね。山本さん、ちょっと。一人の方がいいの？変だよ。いや、俺大丈夫。珍しくない自販機、珍しいって言いそう。はい、じゃあこのチームでいきたいと思います。はい、まあ写真撮って。で、戻ってきて、こう、ぶつけて対決。ああ、めっちゃいい。それでは、やっていきましょう。まあ、この3人でやっていくと。まあ、まず、知ってる？僕は1個も知らないね。俺も1個ぐらいの当たりあんの。俺、めちゃくちゃ1個心当たりある。めっちゃいい。あ、ガチ？じゃあ、パッて言うと、っちの方なのよ。うわぁ、一緒。ガチ？一緒の方、多分。まあ、じゃあそこ向かっていきましょうよ。俺、今日ただの、お荷物でっか。1個、アルコールしか売ってない自販機知ってる。遠いんだよ、この札でたどり着けない。でもね、俺その辺一つ多いんだよ。あ、一つ？あ、じゃあ違うわ。さっきそっち行かね。あれ、じゃあ2個あるってこと、候補地か。これはもう取れたから、これで十分。十分、十分。はい、じゃあ切って。切る？もう取り前や。コムのヤマト、ドートのユタ、コムドットです。気まずくね。よく YouTube 始めましたじゃん。冷や汗でもない、油汗でもない汗出てるわ。何汗なのそれ。もうあれだよね。詰まっちゃった、怒られる。やだ、本当に気まずい感じ。まあ、ゆうたくんがあるみたいなんで。自販機をね、俺の記憶上バッとたどりまくった時に、吉祥寺にある井の頭公園屋台みたいなところに置いてある自販機に缶詰が置いてあった記憶があるのよ。ちょっとそこ一回見てみよう。お前マジどやすね。うわ、どやされそう。すげえやだ。なかったら結構なロスですからね。ロスとかじゃないしょ、普通に。あんだしただけでいいや。こいつ何も知らなかったんだよ。マジやだ。いや、待って、でも言えた。俺1個近くに知ってるよ。え、そこ先行くじゃん。昔のファンタのパッケージとかだろ。こういう形でもない子。え、とりあえず何？そっちに行く。そう、とりあえずこっち。ということでね、一つ目の自販機。これ珍しいよ。いや、これはやばい。これ俺が知ってる自販機なんだけど、見てほしいとこある。こっち来て。やばい。薄い。え、やばいよ、これ。こんな薄いジャンキー、俺より薄いべ。お前たち、買うか。そう、2段しかないし。うわ、非常に珍だ。なんか飲む。え、いいの。なんか飲む。すいません、すいません。キリンレモンとかあんま売ってなくないじゃん。確かにね。じゃあ僕もキリンレモンで。すいません。いいぞ、いいぞ。ありがとうございます。飲め、飲め。すいません。みんな仲良くキリンレモンで。よしよしよし。高木だ、今年チャンネル登録50万いかない可能性一切だ。
かいか次か。あ、切って切って切って。いや変だったよ。あ、写真撮り忘れたよ。もうやだー。じゃあ任せて写真撮りに行こうぜ。二人最初はグーじゃんけんぽい。あいこいしょい。おーい、ヒューやんなくてよくね。やんなくてやんなくてよ。写真とかなしで忘れちゃったって言おう。で、ここで俺と今撮りに行って、あの、貸しちゃって差し払ろう。でも今のでトーク十分だ。十分だ。ちゅうことで、俺聞きたいことがあって、ユタに。いわゆるユタ氏しか勝たん状態になってきてるわけですけども、あまりにもこういう状態になるとね、ユタ氏生きづらくなっちゃうんじゃないかなと思って、うん、まあ本人の新曲聞いとこうかな。俺がずっと思ってたこと言っていい。ほぼお前のせいで。TikTok 運営者、おい。おめえが寝顔とかちゃんちゃんしてあげるからだろうが。俺は寝てるとこなんて一番弱いから見せたくねえだろうが。その前から加担状態は入ってたけどね。お前が加担を圧勝にしたんだよ。いい試合だったのをこいつがワンサイドゲームにしたんだよ。ユタ氏って呼ばれるの嫌なの？嫌だよ。俺和服着ないといけないかも。それびっくりしたのがさ、ユタ氏しか加担の語源、彦摩呂さんだったってことに。俺はどぎも抜いたんだよね。ガチっすか？いや、お前が言ってたんだ。信じてるっすか？え、ちょっと待って。最近ではユタ氏しか勝たんみたいな言葉が流行ってるみたいな、ワンチャン流行大賞に入るんじゃないかぐらい言われてるらしいんですよ。それもともとあった言葉なの？何々しか勝たん。もともとは彦摩呂さんに使われた言葉。彦摩呂しか勝たんっていう言葉。ええー、どうなの？止まってばしか勝たんって言われてる。じゃあ彦摩呂さんの言葉なの？そうなの。え、待って。お前ガチ？ガチ。やべえ、ここ最近一の裏切り。いや、だとしたらお前とヒューが口裏合わせてたみたいやん。もう眉しか勝たんだったんだから、もともとはみたいな。いや、嘘っぽくな。ガソスター入れてる時のさ、人って面白いよね。顔ね。ガソリン入れてる時ってやることないよ。俺今まで友達がガソリン入れてるとことがちょっと面白いなと思ったけど、俺ね、面白くないんだよ。もっとするから、ちょっと撮ってほしいなと。なんか考えてんだろうな。うん、だから帽子コンドーム被ったマフィアみたいですね。ずっとしてたまたまカメラに目線が合っちゃってますね。今日の鮭はどこにあるのかな。うわ、すげえ雲が合成みたい。ヒューマ君に触れてあげてください。雲が綺麗ですね。今日夏の初夏の晴れた日曜日。あの、僕夏思い出すわ。君がくれた夏ですか？あの、僕の夏休みです。ゲームですか？ゲームです。やったことあるんですか？ないです。なんで思い出すんですか？すいません、見たことあって。すいません。でもやっぱあれですね、ガソリンを入れるこの行動、線を刺すプラグイン、ロックマン思い出せますね。ロックマンやったことあるんですか？やったことないです。ないんですか？あ、終わっちゃいました。すいません、ヒューガー君全然見てなかったです。え、ボットできてた？俺ユーマよ、できてましたよ。次の時の販売機へゴー。アフリーこんなとこ使われないです。使わないけど。お前顔変すぎだろ。ユタ、あっちあっちあっち、ほら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 、ユタ。うわー、これやべえよ。すげえ、なにこれ。え、これすごいな、お前。え、これガチすごいな。このポカリとかありえなくない？これやばいんだよ。え、でけどお前これ買えなかったら意味ねえ。おいガキ。え、カス。さすがに買えねえって。だってもうこんなん生産してないんじゃん。でも一応これ俺の記憶。もうすげえよ。時代の生き残りみたいな状況見つけてしまいました。買っちゃいました。中でね。テリテリ。いい天気だ。今の時代でさ、一番流行ってるワンアイテムっていうなんかあんのかな。俺らが高校の時はさ、MA1 や。絶対に MA1 だ。 MA1 なんて今聞かなくね？それこそ俺ディッキーズのワークパンツとかワンチャンあると思う。あー、カーハートの T シャツとか。ワークパンツ説あるね、確かに。あなた結構最先端なんじゃないですか。髪型とかさ、キューガの髪型なんて真似しようと思ってもできないでしょ、学生は。こんなん言ってますけど、ゆうた君なんてすごかったですからね。ど根性ガエルの主人公でしたからね。化け物みたいに興味なかったもんね、服とかに。あ、俺中二病だったんかな。服じゃねえなって思ってたんで、別に服大事か。
かっていう気持ちだった気がする。まあそれは人間は変わるってことですよね。モテたいそこのあまりイケてないメンズ、元イケてなかった僕たちがおすすめするモテ術、今から教えます。どういう風に垢抜けたかっていうのをざっと教えます。まず大事なのはこれ眉毛。ああマジ大事だぞ眉毛は。眉毛大事だな。じゃあ2、顔色。この人ちょっと垢抜けたなと思う人って若干小麦色なのに、血色がいいっていうか、真っ白とか青白いとかだと普通じゃないっていうイメージを持ってしまうのに。僕は中学校の時青紫ですもん。そう本当に。だから運動しよう外で。じゃあ俺これ肌スキンケアをやっていこう。肌は本当に自信につながるような。肌に自信がない人ってあんま目見て話せないっていうもんね。ユーマが言ってた、ニキビ見られてるんじゃないかと思って話しかけらんなくなった。4つ目、服装なんですけど、結局さ、着たいもの着るのがベストや。自分が好きな服の系統が今の時代にこう合わさっただけで、ちょっと時代が違えば、うわーゆうたくんの服かっこいいですって言われてないかもしれない。細いからさ、俺めっちゃダボっとしたのでシルエット隠すっていうのもあるんだよ。まああとはこれはまあ個人の自由なんですけど、これ匂い、これね結構チート、普通に清潔感が保てる、うん、俺は清潔感っていう観点でずっと喋ってる。ここにね、あら、あ、あるわ、あるわ、ガチ？あった？うわ、変だな。結構あはははは。ほら、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 いやいやいや、これノリで買うにしては破格やん、よ。あ、意外とでかい。パンの缶詰とか、お前何にお前ら全部俺に買わせる。ありがとうございます。あの、これ食べる前にちょっとパパッと俺もいい。あの、結構すぐ近くにあるから、珍しい自販機が。もうあるこれ。うおぉ、何これ。俺これだった。え、見て、初めて見た。すごくね、これ。これは珍しくね。めっちゃ珍しくないこれ。うぅぅ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 ぅ。噛んだ。噛んだやないな。瓶だ。瓶でもない。いただきます。美味しい。うん、美味しい。あー辛っ。結構辛いこれ。辛い。あんま辛くないです。バカ辛じゃない。辛い。うわ、これ多分美味しいよ。いただきます。今日誰もこの感じで突っ込んでくれる人いない。じゃあ、エンディングでまた会いましょう。コムドットでさ、誰が一番キャラ損してると思う？俺が思うに、ユーマはキャラ得してるん。本当に疲れてる時は眠い顔してもいい、タバコ吸いたい時にタバコ吸いたいって言っていい。誰が一番損してるの？せーの、ユータ。バカユータで。バカユータだよね。キャラ損イコールユータやもん。なんか自己解析してくださいじゃん。俺これを考えた時に、キャラ損してるで上がった人イコール素を出せてないだと思ったの一瞬。別に俺は素を出してるんだけど、別にこのキャラで得してないなって。だったらこの間のジーザスとかあなたしかできないんですけど、ね、俺のキャラっぽいんかな。俺絶対できないもん。やってたけどね。俺がユータだと思った理由は、確かに別にユータがそう出してないわけじゃないの。ユータはファンに固められすぎ、こうあってほしい、周りをガチガチに固められてるから、そうじゃないユータが出た瞬間にあれみたいになりやすいのかな。割とユーマがなんかやっちゃったとしても、まあユーマくんだもんねってなるのが俺キャラ得だなと思うから。困ったなぁ。例えばだけど、まあ、串カツ田中でユータが二度付けするとするじゃん。大炎上するよね。え、コムドットのユータ今串カツ田中で四度付けしてたよ。で、ユーマくん考えてみて。今串カツ田中で二度付けしてた、燃える。ユーマが唐突した時のさ、特になんかファンが泣きわめくこともなく、むしろおめでとうの。ユーマくんついに童貞卒業。あれがユータだった場合、それがだから彼女ができたとかいう報告を今後俺らがしていく場合さ、ユーマとユータじゃやっぱ、俺だって応援してほしいわ。ユタシしか勝たんの弊害だなこれは。お前だろ多分ユタシしか勝たい言ったの。そんな気がしてんだよな最近。言いづらくなりましたね。だからどっかで本当チンコでも出しとかないと今後何もできなくなっちゃうからね、ユータは。ということで、あ、雨や。雨はやばい。通り雨であることを願いたいの。めっちゃ雨やばいっすね。急に待ってよ、これヒューオじゃね。いや、今あいつ気づくから。人もね、ガチ走ってる。おい、お、お、めっちゃ、めっちゃいいやつだな、あいつら。ちょっと俺も君たちいい人ですね。おお。おい、何やってんだ。雨すごいからマスクビチョビチョになってるよ、お前。ねえ、いい加減にして。いや、これはやばいよ。いや、びっくりしましたね、彼らがいると思って。何の子なんだって。あいにくの大雨によりロケ中断です、うん、じゃあそっちからご紹介します、はい、じゃあまず一つ目の自販機の写真こちら。え、怖いっすよ。いや、しかもこれこんなん、うん、あ、
遅い。今の自販機にキリンレモンの缶はないね。2段ってのはおかしいからね。この缶でしょ。これ俺昨日ドンキで買ったっす。ドンキなしでしょ。全部あるやん。俺より薄かったもんだって。その要領で在庫切れ一切なし。なし。まあまあジャブ程度。ジャブです。はい。これはやばい。パンの缶詰。これはやばい。え、これ井の頭公園。そう。でしょ、やっぱ井の頭公園。パンだ。三つのジャンキこちら。え、なにこれ。結構すごくない？すごいすごいすごい。短時間や。俺はちょっと違う観点が。珍しいじゃなくて古い。多分ワンチャンヒューがこの後車で行く。あ、そんなに？僕たちのジャンキこちら。え、何？うわ、やば。ブルー。やばいやん、ホワイトソーダとか。故障中やん。牛乳売ってるやん。レモンティーの紙パック。サバトみたいやん。なんで買ってないの？持ってきてないの？なんで俺らこんな頑張って。俺全自販機で金出してんだ。すいません。後輩とロケしたぞ。で、金ないくせに蜂の子買わせようとしてる。じゃあ俺とユータも飲んでみたかったんだよね。やべ、はちょ、ちょ、来いよ。ちょ、来いよ。ちょ、ちょ、来いよ。ちょ、来いよ。いや、もうダメだろ。じゃあダメでしょ、撮影中に見ながら通っちゃう。友達が終わったんだけど。やめな。じゃあ、キッチン勝敗決めてもらおうよ。あ、そうや、それでいいや。あー、はいはい。見て。文字から振る。はい。うん、そうそうそう。いきます。勝者。ヒューガチーム。キューチも寝るっしょ。2時だよ、もうお前。夜飯だべ。夜飯5時でしょ。おせえみてえな言い方してんだよ。6時間目終わったぐらいに夜飯食ってる。キューチはガチで早いから。だから俺が飯誘った史上、一番やばかったのが5時に手打っとこうと思って、キューチ今日夜飯行こうぜって言ったら、米もう食っちゃったって言って。はい。お疲れ様でした。すごい。これ俺って言うたら感動たるやいない。このポカリは、うん、なんかこのポカリはじいちゃん家のもう一個の冷蔵庫にいっぱい入ってるポカリだな。うん、おじいちゃんなんて呼んでる？おばあとおじい。俺もおばあとおじいなんだよ。中学校の時やっちゃって爆笑したんだよ。久しぶりになんかゆるっとした地元っぽい動画でした。珍しいなんとか選手権またやりたいです。やりたい。それじゃあまた次の動画でバディー。